はい、ということで本日はね、こいつらと一緒にあるあるあるを言っていこうかなと思ってる。あるあ多いわ。あるあるある一個多いわ。ある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 ね。本日の議題、はい、学校あるある発表会。こいつが仕切って不安しかない。一回何もストッパーかけずにやらせてみる。確かに一人二つ三つぐらいかな。2つ3つぐらい、はい、進めさせろ。あ、まあ、今回、うん、まあ、ダントに学校生活送ってきたわけじゃないじゃん。どこだっけ。もうダメだ、ダメだ、ごめん。ちゃちゃちゃ、ごめん、俺無理だよ。部活なんだけど、うん、先輩ずら吹かす OB がうざいやつがいた。あ、まあ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 、まあ、いるけども、まあ、いた。例えばどんな感じ。カロ先輩、こんにちは。ああ、やってんの。ありがとうございます、しっかり練習します。ちょっと見してよ。え、ちょっと見してよ。あ、これフォアハンドス。ああ、違う、なってない。え、どうやら、だから、お前は違うんだよ。ここぐるーって回して、フォロースルーで押し込む、はい、これなんだよ。ああ、そうなってない、お前、もう一回やって。すいません。っていうやつがいた。いたんか。まあまあ、いい先輩だよ。うん、まあいい先輩。いや、うざくねえか、教えてくれ。先輩俺ら、ドンピシャのやついたから、もうめっちゃツボった。マジ？あ、そうだ。いたの？あ、こんなやついた？めっちゃいた。へぇー。マジ？高野球部にいた。あー、ほんと先輩ずら吹かすね。引退したら大学のためになんか練習来るのよ。やってんの。いるよね、やっぱ。やってんの。うるせえ、うるせえ。口癖になっちゃってる。そうあるあるなんだ。わかんないけど、俺は全く同じのがいいんだと思う。マジで。やってんのがツボったもん。小学校の時のね、好きな子とかいるじゃないですか。はい、うん、好きな子と、まあまあ席替えってなって、うん、うわ、なんとか隣になりたいってなって、いざ隣になると全然喋れないっていう。あー、小学校だね。そうそうそう、小学校あるね、それは。お前は多分大学までそうだと思う。いや、まあ、そうだな。そうだな。誰村上だね。誰だお前、わからん。正義しかわからない。今喜んでるかもしれないからね。小中学校の話ですよ。あの、給食運ぶあのでっけえワゴンじゃん。クラスのもう給食運ぶでっけえワゴン、あれ猛スピードでガーッ押してプーって乗ってガッシャンやるやついない。でも俺らなんか似たようなのあったよね。でっけえ、お前いいよね、わざとやん、それは。いるやん。リアルに俺ごめん、マジでいい。俺もリアルに。いやいや、これリアルなやつ。俺ガチで食べてない、これマジなやつ。いや、あるでしょ。そもそもこうじゃないもん。え、こういうワゴンじゃなかった。え、俺違う、俺ら。そう、だから工事の違う、あの、クラスのさ、丸々のさ、そう、でもそういうのはない。ない。あ、ないんだ。多分、俺ら多分、埼玉だ。多分、金持ちだから、戸田氏が専用のエリアみたいになってる。うん、そうそう、それ専用のエリアになってる。自分たちのだけ持ってきて。そうそうそう、俺もそっち。え、じゃあめっちゃ歩くじゃん、そっから。いや、近いんだよ。いや、じゃあ各フロアにあって。そう、各フロアにあって。あ、まあ各フロアあるよね。ワゴンじゃ全クラス分あるってこと。そう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 。それがないから、リアルに誰も共感してない。ごめん。あ、なんだよ。俺は自分で答えを出て持ってくから。あ、じゃあ本当にないんだ。すげえ大事件で、カレーがカレーの二重食感、うん、一番でかいやつがバーンって全部ぶちまけて、一クラスもカレーないっていう。カレーならみんな食いたいじゃん。そうだよな。そうそうそう。だから米と発信がすごい。やば、かわいそう。受けたのがこの僕です。お前だったのか。お前かい。お前だったのか。僕です。4B 鉛筆ってあるじゃん。ああ、濃いやつね。ああ、濃い。小学生の時は大体みんなあれ持ってるじゃないですか。ああ、あれをこじり出すやつがいる。ええ、そうなの。なんかいた気がするな。ええ、もしかしたら。え、消しゴム食ってるやつも見たかった。そう、消しゴム食ってるやつも見たかった。なんか後ろの部分をガシガシ噛んで、めっちゃなんか怖くて。痛くなってる。たまに借りるともう明らか噛んでるやつとか気持ち悪い。あがただらけのやつ。あ、そう。あ、いるわ。いるっす。噛んだやついたわ、鉛筆。いるよね。やだ、そこで、なんか、博多みたいな。いるいる、いたいたいた。しかも、食感が楽しいからだと思うんだけど、なんかもう、至るとこ噛みすぎてて、もう、わけわかんなくなってる。やば。逆に持ちやすくなるところはもう、きしんでるから、食感がない。だから、もう、まんべんなく噛み続けてる。一人はいないです。まあ、俺なんですけど。ええ、お前が。中学生の時って、まあ、喧嘩が。ね、映画めっちゃ好きじゃん。次の日絶対第二ボタン開けて、こうやって来るやついない、こうやって鼻ほじってつけ止めにつけるやついるでしょ。いるね、いる。それがマジで。いるよね。絶対ここで。それはいい。ビリビリ。じゃあ本当にここだから。そうそう。わけ
わかんないめっちゃわかるわで、それで俺数学の時間数学の時間こう分かれてなんかやるみたいなので俺たまたまそいつの席に座っちゃったので、俺足当たった時にザラザラしてんの見たらめっちゃ鼻つくってめっちゃついてきたいや、それは痛すげえガチでやばいからもうなんか前傾だよねでもクラスに一人絶対引くほどでかいやついるまあまあまあいたよ。超中超中が痛いわね。引くほど。でもさ、意外なんだよね。そう。身長が低い。そう。可愛い感じになるけど、そのプールの授業でシャワー浴びるの超嫌だっていう。まあ嫌だっけ。プールの授業でシャワー。いやシャワー超嫌じゃないですか。やばいよね。地獄のシャワーとか呼ばれてる。あ、そうそう地獄のシャワー。あのそっちの方があるあるだね。地獄のシャワーだ。そうそう絶対。いやもうどのジェネレーションでも絶対言ってるはず。いやお前お前のネタそれじゃねえから。いやいやシャワーお前のネタそれ。シャワーが嫌だって。同じ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 。暑い、あとプール入るあの暑い、もう話暑いってなる。いや、地獄のシャワーって結構超あるあるじゃない。そう、ケイもでしょ。うちもそう。ああ、言ってる言ってる。で、一世代離れた助けを言ってる。世代は一緒だろ。ってことは、ってことは見てる。ってことは見てる学生も地獄のシャワー見てるはずだよ。一世代。一世代離れたね。ふざけんな。ちょっと離れすぎてあのね、一人だけこう。すげえよな、それ。みんな赤白棒ってあった？ああ、ちょっと。ああ、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 どうせあれ言うんだろう。あのね、3人ぐらいがクラスにね、あの、顎の紐超ダラッダラのやついる。いるじゃん、いるじゃん。めっちゃこれダラッダラのやつ。大体ね、こう、半分半分でしてウルトラマンこれはあるわ超絶妙なリアルなあれですね。修学旅行とかってまあ、ちょうど生きてるというか、2年生でちょうど生きてるじゃないですか。ヤンキーのやつがまず一つ目のあるあるでまあ、第2まで開けて2個穴開いてるさ連続リングみたいな。あー！ベルト、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 ベルト。金網じゃらじゃら。いやいやいや。チェチェチェ。試合には眉毛ゴリやってマスクしてる。うん。もう絶対いるんだよ。いるいる。まずいる。まあそれ1個目としますよ。俺がいてなちょっと2個目の方で全然対していけてない反抗動だから、あのちょっとボタン液で開けてていけてるやつらと対面した時の気まずそうなやつがいる。いた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 。いるわ。いるっしょ。いるっていうか俺らも。お前あれだろ、イケてるやつらと同居したら真っ先で締めるだろ。やばいやばい。俺も結構イケりたくて、本当にバレるのが嫌だった。もう怖いやつじゃなくてもバレるの嫌だったから、帰り道になってもう誰とも遭遇しない、残りあと30秒で帰るってとこだけ外したかった。やばい。お前それはそんなにかけてんのね。絶対に誰も遭遇しない残り30秒俺もう外したから。07にするのはやっぱり中学まあ中学2年生ぐらいから。まあ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 見てる人でみんな一緒だから、そのまま絶対これあるあるだから、これ絶対だから。もうこれ絶対もういいけど、あのでも俺の中では最初かと思ったの。懐かしい。で、こう迷う、多分こうなってくる、俺らの世代って。俺さ、中学校ぐらいの時にそういうエロサイトみたいな動画を見て、当時の俺にしてはちょっと過激すぎてちょっとうってなっちゃって、もうそれ以降グラドルで抜いた。裸 NG。 そうそうそう、ちょっと過激すぎて、激しそう、グラドルぐらいがちょうどよくてそれで抜いてた。ということで皆さん、あらありがとうございます。最後、たすきさん、一言。まあ MC が言ってるから。 MC が言ってる。まあでもあるあるっつっても、ほんといろんなジャンルに分けたらいっぱいあるから。そうですね。なるほど。そういうジャンルね、あのみんながこれやってあれやってをいただけたらやりたいね。そうだね。そうだね。なのでコメントでください。はい。もう掘れば掘るほどたくさんあると思うから。うん、いっぱいあるもんね。いや、めっちゃおもろいよね、あるある。あるある面白いね。じゃあ一言、じゃあ一言。俺はあのオーラホン世代。どうでしょう。自分どうでしょう。自分的に。ああ、ちょっとあのごめん、あのそのままあのこうはこうリプレイマークを押す画面にはしたくないから、まだ。いや。
って分かりづらいこと言った。どんどん、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 オードポンセライってなんだよ。